はい、じゃんくん。今ですね、午前中にちゃこちゃんを、病院に送り届け、その後午後お昼から、生放送、生配信ですねを、やり終えたところです、ちょっと時間遅れましたが、しおんくんを外に出す時間ですので、じゃんくんの背中をなでなでした後、しおんくんは外に遊びましょう。その間にちょうどいいと言ってはあれですが、気になっていたちゃこちゃんのケージの下を、掃除しちゃおうかなと思っています。そのためにはですね、しおんくんたちのケージもずらして、下をちょっと出さないといけないので、さて、じゃあしおんくん出ますかね。はい、どうぞ。はいはい、うん、はい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 。ちゃこちゃんはしおくんが嫌いなあのキャリーの中に入って出かけましたよ。後で戻ってきたら慰めてあげてね。いいですね。今ですね、ケージの、中とこのケージの下と全部すっかりきれいにしました。あんずちゃんのいるこの3階だけは後回しですかね。ということで、ちゃこちゃんを迎える準備が整いました。清潔です。さあ、今頃ちゃこちゃんはどうしてるかな。麻酔で寝てるかな。今まだ浅い時間なので、もうちょっと数時間経ったら家に戻ってくるかなと思います。アンズちゃん、なんか寝てるね。アンズちゃん、ちょっとお掃除の音で怖くて出てこれないかい。なんかね、ここの方に入ってる。アンズちゃん、ご飯だよ。どうする？みずちゃん、匂い嗅ぐ？みずちゃん、どう？そんな怖かった？クンクンクン。ずっと掃除機鳴ってたり、あとケージが移動したもんね。そうね、ちょっと怖かったね。怖かったか。みずちゃん、じゃあ、あとで食べて。じゃあ、ここ下置いとくね。はい、どうぞ。よろしくね。よろしくね。はい。で、しおんくんおいで。おいで。おいで。どうぞ。もっとこっちの明るい方にしようか。はい、どうぞ。どうぞ、いいよ。何って。いつもと違うよって。食べにくい。はい、どうぞ。しおんくんがさ、ケージに戻ると、あんずちゃんは安心すると思うけど、しばらく、まあ遊ばせよっか。でもまだこっち側とかさ、片付けたりするでしょ。まあね。今日は戻す？戻す？あ、それともめっちゃできたら、あのさ、まあね、箱とかも戻して掃除したりした方が、シオンくんにクシュンクシュンも、そうね、ね、掃除しやすいのは戻しちゃったもんね。よし、じゃあ、はい、シオンくん、はい、しおくん、あずちゃんをちょっとなだめてね、ビビっちゃったみたいな、ね、よろしく。はい、ちゃんくん、お疲れ様。今日はしおんくん暴れたりしないのに
掃除機が大暴れだったからね。はい、はい、どうぞ。いらないの？あれ、ジャック元気ない？大丈夫？掃除機シャーク。あれ、食べなさそうです。ポンちゃんも食べないみたいです。あや、二人とも食欲ないの？二人で元気がないの？しょうがないです。じゃあ掃除をさっさと済ましちゃいましょう。